なぜあなたの周りに人が集まらないのか。たった一つの理由がありました。それを解説します。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかちです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています。はい、皆さんこんなことはありませんか？誰も俺の話を聞いてくれへん。全然大事にされへん。自分だけ誘われへん。以前の俺がそうでした。はい、いつも明るく元気よく愛想笑いやけど笑っていたのに、周りのことを大切にして空気を読んで気を使っていたのに、全然大事にされないんですよ。大切にされないんですよ。僕の周りには人が集まってこないんですよ。いつも舐められて、いつもバカにされて、嫌われて、それが辛かったです。なぜかわからんかったから。でも今ならその理由がはっきりとわかります。それは俺があるものになっていたからです。あるものになっていたから、人から大切にされない、大事にされない、なめられてしまう、そして人が集まってこない。今日はそのあるものを解説します。この動画を最後まで見ていただけたら、なぜ人が集まってこないのか、その理由が分かり、人から大切にされるようになりますので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるための行動習慣、考え方、そしてライフスキルを紹介しています。もし興味があれば、何やったっけ？チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと、ブログや、音声ラジオでも、毎日本音で生きるための技術を配信してますので、概要欄からご覧ください。はい、ということで、早速結論からいきましょう。あ、ちょっとプロテイン飲もうな。うん。まだ朝ごはん食べてなかったんでね。はい、今日はあれですよね。なぜあなたの周りに人が集まらないのか。俺の周りに全然人が集まっていなかったのか。それはあるものになっていたからです。そのあるものとは何でしょうか。これです。じゃん。ゴミ箱です。ゴミ箱になっていたから人が集まらなかった。ゴミ箱には何が集まりますか。ゴミ箱にはゴミが集まります。僕の周りにはたくさんゴミが集まってきました。お前なんかいらんねん、あっち行けや、全然おもんない、俺をもっと楽しませろやって、ゴミがたくさん集まってきて、人が集まってきませんでした。大事にされない、大切にされない。でもね、人間生まれた時はみんな宝箱やったんですよ。ゴミ箱ではなかった。宝箱として生まれてきて、宝物のように大切にされて大事にされていた。でもそれがいつの日か、僕はゴミ箱になってしまったんです。どうやったらゴミ箱になるのか。簡単です。自分が自分をゴミだと思っていたからです。自分が自分のゴミのように扱って、全然大事にしてなかった、大切にしてなかった。だからゴミ箱になっていた。こんな感じですね。はい、こんな感じです。こんな感じ。もうまさに自分をゴミ箱っていうレッテルを貼っていたんです。はいね、自分のことよりも周りのことを大切にして、自分が我慢したらいいんだと、自分の気持ちを犠牲にして我慢していたら、周りの人がハッピーになるんだ、幸せになるんだって、で自分なんてダメだって、何をやってもダメ、才能なんかないんだ、自分なんて無理、どうせ失敗するって、自分で自分のことをゴミのように扱っていた、ゴミ箱だと思っていた。取れちゃったけど自分で自分のことをゴミ箱だと思っていたらゴミ箱にはゴミがたくさん集まってくるんですよ。それはゴミが集まってくる理由は簡単です。自分で自分のことをゴミ箱だと思っていて、ゴミ箱っていうレッテルを貼っていたからね。ゴミ箱って書いてる箱を街の中に置いてたらどうなりますか。みんなそこにゴミを捨てますよね。はい。だからゴミが集まってきて、人が集まらなかったんです。それではどうしたらいいでしょうか。どうやったらゴミ箱じゃなくなりますでしょうか。もう簡単ですよね。このゴミ箱を剥がして、宝箱になるということです。はい、宝箱という紙をね貼るんですよ。はい、貼る。どうやったら宝箱になるのかってことですね。宝箱になったら宝物が集まって大事にされて、人が集まってくる。ゴミ箱だったらゴミが集まってきて人にバカにされて、傷つけられて、ひどい言葉をかけられてしまうということ。だから宝箱になりましょうということなんですね。どうやったら宝箱になれるのか。はい、これ3つのプロセスです。これですね、自己需要、自己肯定、自己発揮です、はい。まず大事なのは自己需要なんですよ。自己需要せぬまま自己肯定したり自己発揮したら、宝箱になれないんですよ、はい。自己需要って何なのか。それは自分のいいところも悪いところもそのまま受け入れるということです。いいところを知って悪いところを知ってそのまんまを受け入れるということ、受け止めるということ、認めるということなんですよ。自分にはこんないいところがあり、こんな長所があり、こんな武器があり、同じぐらい悪いところもあって改善点もありコンプレックスもあり短所もあると、その自分のそのまんまを受け止める、はい、この自己需要をせずに自分のいいところしか見なかったり、逆に自分の悪いところしか見なかったら自己肯定できないんですよ。本当の意味でね、自分の短所を見ないようにする、見ないようにしてたら自分を肯定してないでしょ。だって自分で自分のことを否定してるってことですから、自己肯定できないんですよ。自己肯定感が育まれていかないんですよ。自分の悪いところもちゃんと見ないようにするんじゃないんですよ。自分の悪いところ、悪いところがあるということを見るんですよ。見た上で見ないと次のステップに進めないんですよ。見ないようにしてたらダメなんですよね。だからいいところ悪いところをちゃんと知って、コンプレックスを知ってちゃんと向き合うということ、向き合うんですよ。はい、隠すんじゃない、マスクするんじゃない、向き合うんですよ。はい、これが大事。だから自己需要せぬまま自分のいいところを見てありのままの自分を肯定しようっていうふわふわしてたら次の段階進めないんですよ。だって自己否定してることになるんでね、自分の悪いところを否定して見ないようにしてるから。はい、でちゃんといいところと悪いところを見る。で悪いところしか見ていなかったらこれまた一歩進めないですよね。自信がなくなっていくんで。で自分にはいいところが一つもないっていう人もいるんですけど、それは違うんですよ。いいところが見えない、これサングラスをかけてるんですね。真っ黒のサングラスをかけてたら世界は真っ黒です。ピンク色のサングラスをかけてたら世界はピンク色に見えるんですよ。だから悪いところしか見えないサングラスをつけていたら世界の悪いところしか見えないし、自分の悪いところしか見えない。だからこのグラスをパンって変えるんですよ。サングラスを変えていいところしか見えないサングラスをパンってこうね変えるんですよね。そういうレンズを付け替える。そうするといいところを見つかるんですよ。そのいいところを見つけるポイントっていうのはいくつかあって、人と比べないということです。人と比べて自分がどうかではなくて、自分で自分のことを比べる、ね、じゃ過去の自分と比べて、それまでの自分と比べて自分はどうだったかっていうか、その自分の進化というか成長というかプロセスをちゃんと見てあげる。で認めてあげる、受け入れてあげるということです。人と比べてどうかじゃない、自分と比べてどうかです。昔の自分と比べる、結果が出たかどうかじゃない、プロセスを見る、進歩を見る、成果を見る、はい、進化を見るということ、これ大事ですね。結果っていうのはコントロールできない。でもどれだけ努力できたのか、どれだけ準備できたのかって、そのプロセスは自分でコントロールできる。コントロールできるものに目を向ける、フォーカスする、これが大事です。ちゃんと自分のことを受け入れて認めてあげて自己肯定する、はい、自分を肯定するんですね。で肯定して、そしてでも自分のねいいところも悪いところもある、今の自分のレベルはこれぐらいだとする。でなりたい自分はここだと、今の自分はここ、なりたい自分はここで、そこにはギャップがあるわけじゃないですか。そのギャップを一つ一つ改善していくということ、一つ一つクリアしていくということです。で今の自分のありのままの肯定して、このままでいいんだって、このままでいいんだって思って、それで過ごして幸せなんてそれでいいですよ。でも今の自分がここにあって、それをちゃんと受け入れて肯定した上で、でもなりたい自分がここにあるんやったらそこに目指すことも大事なんですよね。ありのままの自分を肯定するだけではなくて、将来未来の自分に向けて一歩一歩進んでいく、自己発揮していく、自分を表現して、その道を進んでいくんですよね。なりたい自分に向かう道を一つ一つ進んでいく。そのために大事なことは小さな約束をするんです。毎日めっちゃちっちゃな約束をする。もうどんなんでもいいんですよ。もうなんやろ、もうドミノサイズのちっちゃな約束でいいんですよ。ドミノサイズのちっちゃな約束ね。でドミノっていうのはね、自分よりも1.5 倍大きなドミノを倒せるみたいですよ。5センチ、最初5センチだったとしたら、その 1.5 倍は次7センチ倒せるんですよ。その 1.5 倍はまあ分からんけど、とにかく 1.5 倍のドミノを倒していって、そのドミノをね、37個こう倒していくじゃないですか、ドミノをね。じゃあ、一番37個目のドミノっていうのはね、なんとね、世界一高いエベレストの山よりも 900m 高い大きさのドミノを倒せる力を生み出してるみたいなんですよ。最初は5センチですよ。5センチが 7.5 センチになり、 7.5 センチが丸々センチになる、丸々メートルになるっていうのを37回繰り返していくじゃないですか。そうなると世界一高い大きさの高さのねドミノを倒せる、そんな力を生み出すんですよ。最初はちっちゃなことでいいんですよ。ちっちゃなドミノでいい、5センチレベルでいいんですよ。ちっちゃなこと、自分が確実にできること、そのちっちゃなドミノでもいいんだけど、それをちょっとずつ倒していくことで大きな力を生む。だからまずは小さな約束をする。ちゃんと自分のいいところを受け入れて、悪いところをちゃんと認めて、そしてなりたい自分を見つけた、そこに向けてちっちゃなドミノを倒し続けていく。そうしていくたら、倒していったら自分の夢が叶えるようになる。自分のやりたいことが実現できるようになる。でそれを一つ一つね、小さな約束を守って一つ一つクリアしていったら、その自分をちゃんと認めてあげる、褒めてあげる、ご褒美をあげる。そうするとね、嬉しくなってきて、脳のドーパミンがねどんどん出てくるようになる。そういうね、脳のドーパミン、いわゆる快楽物質なんですけど、一度その快楽を覚えたら、それを何度も繰り返すようになるので、もう一度やりたい、もう一度やりたいってなって、それが習慣化するんですよね。やると決めたことが習慣化する。習慣化することで、能力を身につけて、新しいスキルを身につけ、そしてやりたいことが実現できるようになるということなんです。だから、ちゃんと自分の小さな約束をして、それを守れたら、ちゃんと自分を認めてあげて、褒めてあげて、ご褒美をする。嬉しい言葉を自分に投げかけてあげる。頑張ったねって。ね、はい、そうすると、習慣化できて自分の夢が叶えるようになると思います。そしてなりたい自分になり、自分らしい人生を歩めるようになると思います。はい、ということで今日はなぜあなたの周りに人が集まらないのかっていうのを解説しました。その理由はあなたがゴミ箱になっているからです。自分で自分のことをゴミ箱だと思っている。自分なんてダメなんだと、自分のことを我慢して犠牲して周りのことだけを意識している。いつも空気を読んで自分の気持ちを無視している。その状態だからゴミが集まってきて、大事にされない、大切にされないということなんです。じゃあどうしたらいいか。これをパンって剥がして宝箱になったらいいんです。自分で自分のことを大切にする、大事にするプロセスとしては3つのプロセス。まず自分のことを受け入れる。そして自己肯定して、やりたい夢に向かって自己発揮をしていく。そのプロセスの中で自信をつかみ、そして習慣化してなりたい自分に向かって進んでいく。そうすることで自分らしい人生を歩めるようになり、そしてその自分らしい人生を歩んでいるから魅力的な人間になって、その魅力に人が魅了されて集まってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、今日のね動画、少しでも勉強になった、ためになった、おかっち頑張れ、マックス頑張れという方は、高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは今回のように、あなたがあなたらしく生きるためのライフスキルを全力で紹介しています。もし興味があればチャンネル登録ボタンポチッと押してもらえたら最新動画を見逃さないのでよろしくお願いします。コメントも全部見てます。はい、よかったらお気軽におかっちファイトっていうコメントでもいいので、はい、コメントしてもらえたら嬉しいです。はい、The End。それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you!